俺、あ、こそれこ、前、個人配信話したときは、俺、なんだかんだ俺はマザー2だなっマてなっザーて。2思はいいね。い出マのザー2ゲーはム。外せへん。マザー2は確かに外せへんの。なるほどね。マザー2が28位か。はい。マザー2。思い出のゲーム。もう子供の時にやって衝撃を受けて、いまだに俺の中に影響を与えてるっていう意味ではマザー2だなっあ、でても思っ俺それやったた。ら俺ドラクエ5になるわ。いや、でしょ。だからそういう選び方しなてるるよ、ほ絶ど、対。そうそういなうるこほとどね。だな。ハチとシュウさんは？なんだろうな、まゼず一ノつ。思ギい出のゲーム1ー。個選べって言われたら何を選ぶ？ゼノギあ、か思いな、俺出。は。あ、そうなんや。あ、ゼノギアス。やっぱ GTA だけど、初代の。まあでも、入んねえだ初ろうし代のな。はい、入ってこ GTA。マジ？それは、確かにあれは衝撃でしアたメけリどカならあるかもしれんけど。FF3 もな、どっちかっすね。FF 系かあ、な。3なんや。3はかなり記憶残ってますね。へえ。5とかも残るけまあでど。もね、そうね。まあその辺っすかね。RPG 系っすよね。やっぱ、絶対になっちゃうな。まあでやっぱ子供の頃、ね、やったゲームっていうのが結構ね。あ、まあメそういうタ意味でね、やっギぱアね、か。幻想水滸とかも。幻想水滸は、いやいやいや、子なる供のか。頃にやってやっぱ面白かったんだよ、きっなると。ほどね。こういう人たちがいっぱいいたから19だったんじゃない？いや、そ間うね。違いなくそうだと思う。なんか、俺だけが知ってる感ありますもんね。幻水の面白さを友達の中で共有して、なんか、知ってる感みたいな。そういう、しかも出2すかね。ら。2っていうのがいいわ。ファンじゃなくそう、て。2わかってるわ。面白かったよな。